山本さん、お久しぶりです。今日遅刻しましたよね。いや、俺の方が早く着いてたし。ちなみに今日何やるんですか？今日プレステやろうと思って。ウェイトはやらないんですか？ウェイト？俺もウェイトだろ。じゃあ今日の目標は、じゃあ何やればいい？普通に俺3レップでセット組もうと思ってたんだけど。え、今の、3レップのベストはどれぐらいなんですか？この前95までやった。あ、1レップのベストはじゃあ1レップ105。あ、じゃあ今日は目標は、いや1やってで3やってもいいよ。あ、じゃあ1と3の目標教えてください。まあ、とりあえず1キロ更新しようかな。刻みますね。もっとできるでしょ。8ぐらい、108ぐらい。お、頑張ります。頑張ってください。あの足のカットがすごいいいんだよね。ほんとだ。え、でもこれ足トレゼロっすよね。足トレやってないんだ。足ってね、グッと力入れたらピタッてなるから、こう置くぐらいが一番いいんだよ。これ何も力入れてない、置いてるだけない。あ、そしたらさ、こうグッと出るでしょ。でもこれ力入れてると、すごい馬みたいだったんですね。そうそうそう、だからやっぱりフラット入って、こうこうやってフラット入っていくから、でここのこうやって正面向いてお願いしますの前に、このワンクッションここでこういうポージングを取ってから、こう向いてお願いしますっていうのが一番いい。じゃあこれからはあのスナッチとかジャークする前にプラット上がってから。そうそう、プラット上がる時のこの角度をみんな意識してほしい。じゃあ釣りたい限界まであの上げて。そうそうそう、これぐらいの、これビルパン履いてビルパン履いて、あの昔の釣りたい。そうでしたよね。やっぱりこの角度で、ね、やっぱり意識していこうね、みんな。高級とかで230キロプレスしてる選手とかいるじゃないですか。それもなんか こうやったら結局膝曲げてないだけで、あれじゃない、あのプッシュプレスみたいになってるから、これはあんまり好きじゃないけど、まあ、自分の中で何キロ上がったかな、上がってないかだけでいいと思うんです。人と張り合う種目じゃないと思う、これ。プレゼントします。これで PR ですか？1レップ。ちなみに105キロ上げたのはおいくつの時ですか？いつだろうね、85ぐらいの時かな。22、3歳ぐらいの時ですか？いや、もっと、いや、5年前ぐらい。あ、5年前、うん、じゃあ25ぐらいの時ですか？5、6ぐらい。俺あんまりハンドを使うの好きじゃないって言ってるやん。多分ちょっと使ってしまう。さっきあんまり俺好きじゃないって言っておきながら、重くなったらなるから。
それはご了承ください。100より軽かったんじゃないですか。マジでちょっとタイミングあったかもしれない。じゃあ山本さん今の106キロ、うん、軽すぎたんで。いやいやバカか、お前100キロ。だって5年前の重量プラス1キロってしょぼいっすよ。こんなんじゃもう YouTube の再生数いかないっすよ。しょぼいかしょぼくないか俺が決めることやろ。いやだってタンク村上140やってるんだから。まあまあまあそうやな、うん、10でいい切りよく10でいい。綺麗に青、黄色、緑で。でもこれ無茶振りで上げさせるやん、はい、これ10失敗するやん、はい、登録者数1000人ぐらい減ったらどうする。いやまあそれは失敗した山本さんが悪いっすよこれでいっちゃいましょう。いこうか。いい感じです。分かった。いいんじゃない？でも今日5キロシーンでしょ？そうっすね。かなり久しぶりなんじゃないですか？自己シーン出たのって。そうやね。なんでもいいから出るって嬉しいな。しかもプレスって結構ウェイトに結びつくから嬉しい。これで登録者数5万人ぐらいいくかな。今何人ぐらいでしたっけ。今39,000人ぐらい。じゃあ111レップ達成ということで、3レップの目標は100っしょ。おお100でしょ。これも5キロシーン。5キロシーンすごい。意外にレップする方が楽だからね。回数やる方が一発目がしんどいよ。なんかあれっすよ、なんかバウンド使えない分きついんですよね。そう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 。ここから下ろしてきて、なんか若干こうやっていけるから。これ集中しようとしてる時の山本俊樹です。ここら辺かな、ここら辺かな。テロップ入ってます。かっこいい、かっこいい音楽かかって。テロップ入ってます。で、あれか、ちょっとシネマ。うん、そうですね。今なんていつもよりあの細いフィルターもいつもより濃いやつ入れて、ちょっとトーン落としてるやってください先輩。オッケー。3本ね。はい。おお軽い。いける。よし。え、あー、おっ最後何があったんですか。いけると思って、いけるって言ったら力抜けちゃった。多分今の感覚やって103ぐらいいけるなってなんかやってる途中やで思ってしまったまあいいんじゃない今日はこれぐらいで。何キロですか先輩今。多分93かな。変わらず一回クレアチンやめたんや。じゃあ90キロぐらいまで落ちて、最近クレアチン取ったらまた 2,3 キロ増えてる。クレアチンローディングするとやっぱ変わるんですか。全然違うねやっぱり。へえ。多分筋量も多いっていうのがあると思うんだけど。お、じゃあ 10レップマックス。はい、1 2 3 4 5 6 7
7、8、9、ラスト。おお。いや余裕じゃないですか先輩。このグレーとあと黒がね、ライトグレーっていうのかな、こういう。はい。これ良くない？いいっすね、欲しいっす。フロントにはこのタイプなんです。どこで買えるんですか？フックグリップストアで買います。